皆さんお疲れ様です。和道です。今日はですね、2017年11月の5日、23時5分です。よろしくお願いします。解放いらっしゃい。お疲れ。サブリーダーお帰りなさい。ああ、ありがとう。 ただいま帰ってきました。いやー、面白かったわ。ケイチェル、お疲れ。いやー、もう論より証拠とはこのことだよね。やってみると全然違うよ。全然違う。すげえ面白かった。あ、電気消していいよ。はい、ワード2ロビー。はい、高谷いらっしゃい。いや、もうね、のんちゃんと鮫島さんと俺で飯を食いに行ったんだけど、もうのんちゃんに対してずーっとないことを言ってて、のんちゃんがずーっとヒャッハーなってて、大変だったんだよ、今日。もう。最近夜やるの珍しい。そうだね。あんまり最近は夜やらないね。最近夜やんない。でも、のんちゃんが怒り出したっつわ。帰り無言だったよ。お母さん、お疲れ様です。アメさん、こんばんは。お邪魔します。おー、マキルお疲れ。ワード2。いや、これはやってみるべきだよ。人生で一回サバイバルゲームはやった方がいいわ。サバイバルゲームはやった方がいいね。俺見れてないんだよな。鮫島さんのその、やつ配信。なんかカメラがだいぶ酔ったって聞いたけど。すごい酔ったらしいね。なんだっけ、ちょっと見てみようかな。見逃してたから今日見れて嬉しい。ああ、見逃してた、だいぶ。あ、タイムシフト残ってないか？タイムシフト残ってないのかな？ファイルが破損されてるって。ああ、ダメだったんだ、サバゲー。見たかったなー。あ、タイムシフト残ってないわ。残念だな。装備も揃えていかないとね、これからね。何が悲しかったってさ、マスクつけてるじゃん。で、やっぱ吐息でこう曇っていくわけですよ。でね、何が悲しかったかって4ゲームあたりで気づいたんだけど、マスク腐っ、マスク腐ってなって、自分のその吐息でマスクが臭くなったっていうのが一番ショックだった。またふわっち大騒動の中、平和な枠だった。平和が一番いいよ。揃えるものは、まあ、例えば、全く素人の人がやるとするならだよ。まあ、まず、服は、まあ、パーカーとかさ、厚めの服。当たった時痛くないように。で、まあ、服、ジーパンとか。で、まあ、靴だよね。まあ、普通の服装だよね。厚手の。で、まず、絶対買わないといけないのは、フェイスガードって言うと、これ1000円ぐらいで売ってるから、800円とか。要は、顔を隠すマスクを買ってください。800円。で、まあ、こういうやつね。こういうやつ800円で買うと。で、この後に何が必要かな？最低限必要なもの。まあ、ハンドガン。まず、ハンドガン。で、これが、まあ、ガス、まあ、3000円、4000円のもうちゃっちいやつから、1万円ぐらいのやつまであるけど、1万2、3000円の。まあ、1万2、3000円の買った方がいいね。正直言うと。まあ、ハンドガン。で、今度ハンドガンを入れるホルスターっていうの買うでしょ？で、ホルスター買う。まあ、これで、まあ、1万5000円ぐらいかかるかな。アマゾンで揃えて、新品で買って。最低限。まあ、レンタルすることもできるんだけど、これは買った方がいいね。正直。正直買った方がいい。
自分のハンドガンは。やっぱレンタルだと面白くないよ。お疲れーねーや。お疲れ様でーす。楽しんでってね。ハンドガンは持ってた方がいいと思うな。うん。で、今度は長物って言われてんのが、そのサブマシンガンとか、要は、ダダダダって撃ってるでっかい銃。要はハンドガンって20発ぐらい、20発前後しか入らないから、すぐなくなっちゃうのよ。例えばイメージしてもらいたいんだけど、パッて出て、タン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 、これ3発でしょ、タン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 、5発でしょ、タン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 、終わりでしょ、タン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 、これでもう終わっちゃう。勝負にならないでしょ。上手い人だと、上手い人でもまあ1回に2、3発はばらまくから。だからもうハンドガンっていうのは最後の武器。うん。だから今度その弾を込めるやつあるでしょ、カートリッジ。あれをその2、3個買って、こうベルトに挟んでおかないとなっていう。で、すぐ交換できるようにして。うん。これサブマシンガン持ってたから。サブマシンガンがメインで使ってたけど、正直ハンドガンの方が面白いと思う、室内戦は。ハンドガン1個で全然遊べる。ただ長物欲しくなると思うよ。普通のものが欲しくなると思う。うん、お疲れ様、ご無事。楽しかったよ、もう。楽しかったぜ、せい。楽しかったね。超最高だったもん、本当に。絶対ハマるよ、みんな。みんな絶対ハマると思うよ。だけどまあ、配信邪魔されたらやる気はなくなるよね。迷惑かかんのは一般の人たちだから、迷惑かかったらやる気になんないよ。寝てないよ、あれから。起きたから寝てない。これから一枠やって。まあ今日配信できなかったから、ほら、稼がないといけないから。12時回るまでちょっと配信やろうと思って。そうそう。お仕事タイムですよ、お仕事タイム。いや、楽しかったな。これはね、配信で見たらめちゃめちゃ面白いと思うよ、定点カメラで。超ド迫力だと思う。最高に面白いと思う。ただまあ、ぶっ壊れるかもしんないけどね、iPhone ね。iPhone へこむかんね、普通に。傷っていうかまあ、うわー、招き猫ありがとう。招き猫ありがとう、コバシン。ありがとうございます。達人させていただきます。ここ真っ赤になってるでしょ、 BB 弾の後。ここは一発目の傷だね、俺。あい、かこさんいらっしゃい、こんばんは。ここが一発目の血まめみたいになってるね。まあでもね、正直言うと思ってたよりかな、思ってたより痛くはなかった。もっと痛いと思ったけど、アドレナリンがめちゃめちゃ出るから、そのなんつうんだろう、まあこんな感じになるね。これ撃たれたところ、 BB 弾でバチーン撃たれた。これが一発目ヒット。まあこうなります、正直言うと。ああ、ありがとう。全然、少し全然いいよ、ありがとう。そんな少しもないよ、気持ちだからね。え、ありがとう。カメラはね、俺は思ったんだけど、そのもし配信仮に鮫島さん気が変わってやるってなった時だよ、貸し切りで。例えば配信者10人集めたら、10個のカメラをもうホットポイントに設置しておくの。俺らがカメラ動かすとかコメント拾うじゃなくて、フィールドにも置きっぱで、その楽屋っつうかさ、撃たれた人が待機する場所があるから、そこにもカメラを設置しておいて、感想をそこでコメント拾うみたいな。中ではもうバンバン撃ってるっていう。で、もうみんながそのどこのカメラ見よう、どこのカメラ見ようって、パソコンの人だったら3ウィンドウ4ウィンドウぐらいできるから、携帯電話の人はね、その好きなところ見るっていうのが一番面白いと思ってるね、複数カメラでがっつりやるっていう。うん、そうなったら面白いでしょ。和道視点、鮫島チーム視点。 BB 弾なるね。痛いけどまあなんとかなる。どっか撃たれたけど、そんなに傷は残ってないかな。当たりどころだよね、本当に。ぷっくり血まめになってるね。ぷっくり血まめになってる。
うそう、編集したら最後映画みたいになるだろうし、うん、そこは職人さんにお任せしてさ、ありだと思うよ。いいよね。そしたらリスナーさんもほら、ザッピングする楽しさがあるな。ここの視点行ってみようとか、 あいつこっち行ったからこっちのカメラ見てみようとか、そういう風に工夫してやったら面白くなるなと思ったけど、まあ通報入ったらやる気になんないわな。うん。お疲れ様。帰りの電車でいい顔してた。帰りの車ですげえ楽しかったもん。もう一丁銃欲しいなって思ったぐらい、本当にハンドガン。まあマガジン買わないとね。まずマガジンをあと2個ぐらい買っておけば大丈夫かな。あとね、何より俺が今必要なのはベルトだね。ベルト、ベルトさえ買っちゃえばなんとかなるかなっていう、うん、やっぱり汗かくっていうのは気持ちいいね。年取ってから分かるようになったけど、30超えてスポーツの楽しさ分かったけど完全にね、なんだろう、完全にスポーツですねこれは。でもワンキルできたのは嬉しかったね。もうワンキル取るのが目標だったから。ワンキルっていうのは相手のことを殺すことをワンキルっていうんだけど、楽しいよ。もしやりたい人は連絡くださいね。初心者の人でも全然大歓迎。ただチームジョーズの正式メンバーには入れらんないけど、大歓迎ですよ。参加する人は、うん、マスクもつけるから顔バレとかもしないし。でやっぱり参加してね、ルールがいっぱいあるんですよ。大統領選、スパイ戦、フラッグ戦っていう、それが面白い。うん、俺が好きなのスパイ戦が面白かったね。で自分のルールも作れるしね、ありだよ。室内結構広かった。もうルートが2パターンあんのよ。右手と左手があって、右手は開かれてるので、左手は入り組んでて細い路地なの。だから左手はもうなんつうの、牽制の試合になるか、上手い人がどんどん突っ込んでいって、もうなんつうので、右手に入るとそのなんつうの、遠い距離でこう攻めながら壁に隠れながら行くみたいな。超楽しかったよ。キーさん、キーナさん、面白かった。だからそういう楽しさもあるし、今日初めてだけど、ああこれはいい経験をしたと思ったね。本当にこれはいい経験した。マジで楽しかったね。最高だったよ本当に。おすすめだよ。いろんな神経が研ぎ澄まされる。いやまあだから、まあ、簡単に言うとは殺し合いだからね。 BB 弾なだけで、そのもうシンプルなゲームじゃん。当たったら負けっていう、うん、だからスポーツだったね完全に。お金かけた甲斐があるし、もう一生遊べるよ。一回やったらハマっちゃうと思うよ。うん、家族でやるだろうね。子供とかとも仲良くなるし、いやハマると思うよ。例えばそのさっき銃の種類って言ったけども、とんでもない数あるんだよ。カタログとか今日持って帰ってきたけど、すごい数あるから面白いよ。流行ってるのかな、どうなんだろう。やっぱりあれじゃん、サバゲーに興味が湧いて検索して出てくるようになったんじゃないの。どうなんだろう、増えてんのかな、減ってんのかな、ちょっとわかんないね。増えてんのか減ってんのかは。当たった瞬間血まめになってるもん。こんなもう絶対わかるよ。ほらここぷっくり腫れて血まめになってるでしょ、ここ当たった瞬間わかる。ただその装備が前の方重厚な人がいるのね。その鉄物を入れてて、そういう人は当たってもわかんない時があるって。音とかで判断するしかないけど、うん、まあ俺アドレナリン出てたから、興奮してたから全然痛み、1枚目見る？当たった一発目のヒットがここなんだけど、指に当たったの俺は。これが
記念すべき一発目、 BB 弾のサイズでしょ、バチンって当たって今ぷっくり水ぶくれみたいになってるね。ちょうどこんな感じ、わかりやすいでしょ。これ5メーターぐらい遠くから撃たれてこんな感じかな。痛くはないかな、うん、痛くはない、大丈夫だよ。まあこれくらいの傷はできちゃうかな、正直。興奮してるとき痛み感じないし、うん、まあ当たったのは絶対わかる、自分で。その絶対わかるよ、当たったかどうかは。うん、まあ足とかも結構打たれたけどね、1分もかかんない、10秒ぐらいいてって感じだ、いてって感じ、うん、まあ、全然問題ないですよ。至近距離で打たれたらめっちゃ痛いよ。まあサッカーでも野球でもこんなのは死にはしないから、ただ目とか当たったら失明する可能性あるから絶対ダメよ、顔は絶対ダメ、目とか眼球傷つける、うん、取り返しのつかないことになるからね。当たった人は今回のルールだと外に出る感じ、部屋の中だったから、その対数をするって感じかな。ヒットですって言って、ヒット通ります、ヒット通りますって言いながら、服に当たった部分痛くなかったね。ミスケお疲れ。公園に、東京の公園ではさすがにないかな、うん、接近戦どころか、俺だってあれだよ、鮫島、偶然鮫島さんだったんだけど、壁があるわけじゃんここに、でバッて行ったら、あバじゃない、俺は向こう側、こっち側に行こうしたの、壁があって、でバッてやったら、はい切るって言われた、はい切るって、そのフリーズって言うんだけど、フリーズって、ではいヒットですって、要はもう至近距離で打ったら痛いから教えてあげるの、トントンとフリーズって、要は負けだよって、後ろ取られたよって。でそれが偶然鮫島さんだったよ。野外戦もあるあるある、全然ある。俺は室内戦やりたかったから超楽しかった。もうドラム缶とか何個も置いてあったりとか、あの鉄木の壁とか鉄の壁とか、鉄のなんつうの、こういうメタルラックに鉄板があったりするから、カン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 みたいな、キン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 とかパンパンパンとか、もうずっと飛び交ってる中でそう判断していくのよ。もうだから本当に、なんだろう、ゲリラ戦というか野外戦という、なんて言えばいいんだろうね、もう本当にただの戦争だよ。半袖の人タフだよね、うん、だからこれがその写真かな、こういうなんかもう入り組んだ部屋の中に壁、木の壁があるでしょ、これが壁なの、パーテンションって言った方がいいかな、ついたてみたいなのがいっぱいあんの、ドラム缶とか、だそこをこうくぐり抜けながら、こう壁にしながら移動するっていう。これ俺だわ。これ鮫島さんじゃないわ。これ俺だわ。これは俺。うん、リアルリアル、うん。すげー楽しかったな。めちゃめちゃ面白かったよ。鮫島さんはなんかプレデターみたいなマスクつけてたね。プレデターみたいな。ていうか動画見たかったけど鮫島さんが残してないわ。面白い。赤い車は的にしやすかったってみんなすぐ分かったって好評だったよ、敵チームに。分かりやすくていいですねっつって、みんな黒い服着てるから分かりづらいのはこうパッてみんな一瞬で、だけど俺の場合ここに赤いマークがこう出てくるからあいついるみたいな。すげえ面白かったな、超面白かった。マスクはスワットのマスク買おうかな、黒いスワットのマスク。まだあるかな、アマゾン売り切れてないかな。
俺が欲しいのはこれかな。これですね。俺が欲しいのはこれなんだよね。曇るかな、これどうだろう。曇るかな。ヘルメット付きなんだ。まあでもヘルメットあった方がいいよな。うん、これだな。ガスマスク、フルフェイスタイプ、これだね。これが来たら怖いでしょ。これかっこよくない？マスクするときはメガネかけるよ。ま、要はメガネ着用の、なんつうの、マスクがあるの。メガネがかけられるマスク。メガネの上からでもはめられるやつがある。かっこいいよね。俺が特殊部隊、人狼とかさ、光覚機動隊とかが好きだから、こういう特殊部隊系が好きなんだよね。でもやっぱり流行ってんのは軍人っぽい迷彩服がかっこよかったね、みんな。ヘルメットは防弾か？いや、ヘルメットだったら防げるよ。防弾じゃなくても、その、プラスチックだったら防げる。全然防げる。これでも防げるもん。この薄っぺらいやつでも。グニグニ曲がるでしょ、ほら、ゴムの。これでも防げるから全然いけるよ。まあこれ来たら怖いよね。ちょっとこいつにいきなりヒットされたら怖いよね。シュコーシュコーっつって、誰お前ってなるよね。あー、俺はね、迷彩系よりもこういう特殊部隊系が好き。迷彩かっこよかったね、やっぱ。室内で迷彩目立ってたけどね。でも上手い人は迷彩だったね、やっぱり。息苦しいよ、やっぱり。でも5分ぐらいだから、1試合5分とかので、ぐる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 回すから。だからまあ、そのなんつうの、極端な話、じーっとしててもいいわけよ。壁に隠れて殺されないように。バンバン攻める人もいれば、そのアタッカーみたいな人もいれば、そう、後方からスナイパーつってさ、もうポイントを決めて後ろの方からピンポイントでバチンっていく人もいるのよ。影に隠れてこうやって、そう。だから種類が、その役割がいっぱいあるの。例えば大統領選って言ったら、じゃあ護衛やろうとか、大統領が風船つけるの、ここに頭に。で、その大統領は本来は撃たれたらヒットですって言った退場なんだけど、この風船が割れるまで 無敵なの。だから鮫島さんフルボッコにされてたよ。フルボッコに。ヒーローになるとかないよ。いろんなスタイルがあるから、その、なんつうんだろう。特殊部隊、軍人、日本のスワットとか、シールズの格好する人もいれば、アルカイダみたいな武装する人もいれば、民兵みたいな、明日筋肉痛、もうももが痛い。走る走る、本当走っちゃダメなの、ルール知らなくて。早歩きじゃないと。大統領自分で打てんの。だから鮫島さん一人で全滅させられて、大統領一人で戦ってた。うん、大統領一人でフルボッコにされてた。
あと、その、大統領戦っていうのがあるでしょ。で、今度スパイ戦っていうのがあって、10対10ぐらいに今回分かれてたんだけど、戦ってるじゃん。青チーム、黄色チーム。青チームと黄色チームバチバチやってるところに1分後に、はい、スパイ活動始めてくださいって言うと、要は、黄色の味方の中に急に寝返るやつが1人現れんの。味方を撃ち始めんの。やばいでしょ。うん。はい、おかえり。だから味方も警戒しておかないといけないのが、その、なんつうの。スパイチーム、スパイゲーム。うん。スパイがいる。で、大統領は風船割るやつでしょ？で、フラッグって言うんだけど、旗を取るって意味のフラッグね。は、その、相手の陣地、敵陣地の奥まで切り込んで、そのブザーを鳴らすのよ。3秒以上。ブーって。そう。それが俺2回取れた。要は10対10で戦うんだけど、敵陣の一番敵陣、要は守ってるわけじゃん。そう、だから取るの難しいじゃん。5分以内に全滅させるかブザーを鳴らすんだけど、まあ全滅したらブザー鳴らせるわな。それを2回取ったから、その褒められたの。ブーって。くじとかで決めたりするね、大統領選は。みんな後ろ向いて目つぶってっつって、みんなシャカ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 って音出して、で叩くの後ろから、君ねって。いやもう超絶対やった方がいいよ、カオス。もう超楽しいよ。アドレナリン出まくり。爽やか3組。うん。フラッグ戦でしょ？あと殲滅戦っていうのはもう相手の敵を全部殲滅するまでやるっていう、お互い。基本的なことは相手を一人倒したら、理論上は絶対勝てるんだよ。相手を一人殺すことができたら。いや、あれだよ。ありがとう、ゴンベイさん。ストレッチする、今日。でもいいんだよ。捨て頃の役にも立つし、これは。捨て頃にも役立つし、両方ともいい。いや、鮫島さんがね、隠れんのうまいのよ。あの人、陣取りがうまいの。結構キル取ってたし、なんだ、ブザーも鳴らしてたよ。フラッグ取ってたよ。これはもうロマンだね。で、女の人も絶対楽しめる。うん。女の人も絶対楽しめる。男の趣味だと思ったら大間違いだよ、これ。女の人も楽しいよ。大統領選、殲滅戦、スパイ戦、フラッグ戦で、フラッグスパイ戦とか。FPS やってる人はうまいだろうね。絶対。要は、もう、どこに自分がいた方がいいとか、要はね、俺は前に出すぎて、キル取りたいからもうガンガン前行ってたの。突っ込みすぎだろう、みたいな。いや、殺しに行ってたのよ。1キル目標でもうずっと殺されてたから。だけど、基本的には隠れてるところからさって見て、さパン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 スタスタスタっつって前の方行って、右左みたいな。で、右っつって、オッケーっつって、ダダンみたいな。そう。いや、ハマるよね。これ男女関係ないよね、一切。男の趣味だと思ったら大間違いだよ。女の人も楽しいよ。のんちゃんは手の怪我があるからトリガー握れないから。あ、来年からスタート。のんちゃんはもう期待の、鮫島さん超期待してるもん。今日もずっと話してたけど。のんちゃんは多分エースになるだろうね。必須的に前突っ込んでいくタイプだから、アタッカーだと思うよ、多分。楽しいよ。うん。まあ、毎月やってこうと思うからね。1ヶ月に1回は必ずやろうっていう風に約束してるから、ね、そのために東京来てもいいと思うよ。この日は、みたいな。これはハマるよ。これはハマる。で、あと、その、自分たちで企画する際のルールとかをちゃんと覚えていくのがすごい勉強になるよね、やっぱり。ルールとか。まあ、ハンドガン1個あれば楽しめる、ぶっちゃけた話。野外戦じゃなくて室内戦になると思うから。チームジョーズのイベントは。絶対ありだよ。
ハンドガンは絶対買った方がいい。やりたい人は。まあ、手ぶらで来てもいいけどね、全然。ただ、買えばよかったって言うと思うよ。絶対言うと思う。将棋の実践版っていうか、まあ、だって将棋ってさ、もともとコボジンさ、軍師が実際の兵をどう動かすかがモデルだから、まさにそうだよ。ラグビーとかもそうだろうね、多分。いや、戦争から来てるんだろうね。だからフォーメーションめちゃくちゃ重要だよ。4-3-2で行こうとか、右にどっち行こうとか、戦略立てんの。多分こっち側になると乱打戦になるから、大統領、弾そらすためにここにかくまおうとか、隠れる場所とかももうパパッと1分で決めんのよ。で、誰特攻するかとか。そう。で、あとはもうその場の勘。上手い人がいるから指示を出してくれんの。いけ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 、みたいな。右行ってとか左行ってとか。あとはもう、打たれてる最中はもう自分の身を守るだけだよ。本当に。でもね、これはチームプレー強い方と、上手い人がいると圧倒的にチームが強くなる。要はもう、技術が確実にあるのよ。上手い人はね、もうこっからこの辺しか顔出さないのよ。この上半身だけこう出んの。体ごといかないの、こうやって。体ごと出ると足とかに当たるから、上半身なんかこういう感じで、パタンタタタンみたいな。そう、的を減らすんだよね。的を減らす。すげえ面白いよ。風船5個ありがとう。アイテムありがとう。これやった方がいいね。パフェありがとう、マキル。いつもありがとう。あとはね、ベルトがほんと重要だなと思って、どこにハンドガンを入れておくかっていうのを、もう体に染み込ませるっていう。俺、腰ベルトにしたんだけど、動きやすいように。正直前だったね。見た目がかっこいいからここにしようってなってここにしたんだけど、この辺が正解だった。もうと実用性、脇はちょっとあれだけど、この辺とかもすぐ出せるようにするっていう。実用性を考えた方が絶対いい。見た目は後。本当にこれ思った。見た目から入ったら負ける。すぐに抜けないとダメ。腰のこのワンクッションでやられる可能性があるから。てか全然やられるから。変な場所につけると動きづらい。確かに。その見た目と実用性のバランスなんだけども、実用性に特化させた方がいいよ。コスプレじゃないんだったら。まさに戦いだからね。コスプレはコスプレで写真撮るときにやれやいいんだよ。そんなもん。そう。もう実際出たら、いかに殺したかだから。いかに勲章だから。で、やっぱりチームでうわーってなるから、勝ったら。長物にくっつける、重くなるな。重くなるし、長物の段数うまく扱えてないって感じかな。重心がずれるし、俺も考えたんだよね、帰りの車で。長物にくっつけるのどうかって。あ、長物に、でも重くなるじゃん、やっぱり。
P90 は使いやすかったね。正直室内戦ではありだった。軽い、コンパクト、扱いやすい。圧倒的に要は重心が短いからすぐ出せんの、うん、あと左右のハンドを逆にするっていうのも技術で、何ヒット、いやもう全部死んだよ。あ、違う違う、だから2回そのブザー取ったのと相打ちのワンキルでも負けてるでしょ。だから試合のほぼ全部負けた。しかももう開始10秒ぐらいで負けてるね全部。バカ塾ありがとう。キーさんこんばんは、うん、キーさんメガホンありがとう、こんばんは。ストレス発散になるよね。ゾンビはいなかったね。いやゾンビはね嫌われるよ、やっぱり、やっぱり嫌われる。ゾンビは嫌われるよ。ていうかね、なんだろう、いやまあまあスポーツだからやってたら気持ちよくやりたいっていうのがあるから、うん、ゾンビはもう退場だからね、一発アウトだからね。今日楽しかったね。これでね配信環境がちゃんとしてればパーフェクトだったんだけどね、うん、いやもうすごいよね、カメラ回ってないのに1万6000円分のピザ届けるバカがいるんだもんね。犯罪者だよ犯罪者。もうそういうやつ逮捕されればいいのにね。ピザーラからしたら1万6000円分の損失が出たわけじゃん。アホだよね。世の中にアホなやつがいるんだよ。捕まりゃいいのに。無銭飲食だからね、ただの。やっぱトランプの話とかみんなサバゲー好きだから、なんかその P90 の詳しいのよみんな。この銃は、ああ僕 P90 バッて出したら、あ P90 っすねって、これあれっすよって、SP とかがバック、コンパクトなバック持ってるでしょ、そのまま撃つんですよって、バックごとって SP が。勝手に頼まれた、勝手に頼まれたんだよ。5分後おはようございますって挨拶してタバコ吸ってて、で部屋戻って弾補充しようってなったら、あピザでーすってなって何々さんっていうチームでピザでーすって、え誰が頼んだの、誰が頼んだのっつって、俺と鮫島さんもうこんなんなってたのもう分かってるからうん、ピザでーすって来て、もう俺らじゃないよなっつって、いや絶対俺らだよなみたいな。で名前誰、名前誰、誰頼んだのってなって、森さんって言われてあ森僕ですねってなって、鮫島さんが、あじゃあ僕な頼んでないですけど払いますよって言って、まあ多分3000円4000円ぐらいだと思うじゃん、頼んでみんなに配ろうみたいな、あ全然出しますよつって、いくらって聞いたら1万6000円ですって言ったら、アルバイトがなんか結構な量持ってたの、一人のアルバイトが。でそしたら後ろからまた一人が出てきて二人並んでピザこんな持ってるやつは身元確認、いやシステムの問題の方じゃないよ、どう考えても、どう考えてもシステムの問題だよ、悪用してるアホの方だよこれ。だってピザーラが被害届出したら警察動いたら逮捕だよこれ、店からしたら。ただの犯罪なんだよこれはね。さすがにシステムをつく問題じゃないでしょう、さすがに。これは完全なマナー違反だよ。でマナー違反つうか犯罪だよな、ただの。いや逮捕されて痛い目見た方がいいよ。いや営業妨害だし、普通に無銭飲食になるのかな、まあ何かしらの罪はつくと思うよ。で警察が本気で動いたら、あれだからね、なんだろう、非通知だろうが番号出せるからね。集合時間までよく分かりましたよね。いやだからずっと張ってんじゃないの、うん、
正直気分は良くないよね。だって俺らは慣れてるからぶっちゃけた話さ聞かないわけじゃん。いや頼んでないよ帰ってで終わりだから。だけどお店の人とそれをやられたチームの人は嫌だよね。誰もいい気分しないよね。ただの犯罪だもん。あいはどつパンサーさんいらっしゃい。いやだから自己顕示欲のアピールでしょ。要は狂った正義感なんだよ。狂った正義感、正義感ってそういうことなの。狂ってるんだよ。要はお前は悪いことしてんだからこんなことをしてやるっていう。関係ないじゃん、お前が悪いことしてるんじゃんっていう。いや一般の人はドン引きでしょ。一般の人はドン引きだよ。でもまあ鮫島さんが怒るの分かるよ。だったら別に配信なんか回さねえよって、バカバカしいっていう、そうなるでしょ。いやだから俺も別にそのスロット配信とかさ変な通報入ったじゃん、許可取ってるのに。店員さん何度も確認してるのに取ってるわけじゃん。でなんか遊戯連とかいうなんか上層部にまで電話してさ、パチンコ協会みたいなで通報されたけど、じゃあ見せないよってだけだから、そう意味ないよね。別に部屋で引きこもって配信やってりゃいいわけだから、もったいないと思うよ普通に。俺らのああ楽しかったって話ねできるんだから別に持ち帰って。配信できないと聞いてるみたいに思うのかな。ちょっとまあ思考はよくわかんないよね。ちょっとわかんねえわ。他の関係ない方がいる場所にまでしてくるのはさすがにひどい。いやいや、関係ある人っていうか配信者にやるのも迷惑だよ、はっきり言って俺らからすると迷惑でしょ。関係ない人までっていうかさ、俺らも迷惑だよ。たださらに周りを巻き込むのは良くないよね、YouTube でも別に動画であげればいいんだもん、いやあのねもうねそういうのは逮捕しないと分かんないと思うよ。要は実害がないから調子乗ってるわけじゃん。匿名だったら何でもやっていいっていう愉快犯だから。葬儀屋呼ばれたりね、警察パトカー消防車ピザ。葬儀屋はすごい新しいよなあと何がある、呼ばれたシリーズ。あでもくだらないよ、非常にくだらない。シロさんお疲れ様です。あデリヘルもあるか。デリヘルもあるか。いや懲らしめないダメだよ、犯罪なんだもん。なんかあのネットだからっつって普通の感覚失ったらやっぱダメよ。犯罪なんだよ犯罪。はいこんばんは。本当にくだらないよ。葬儀は昔からあるんだ。へえ。え、なにお坊さんが来るの？砂4トン。いや、それはね、カオスね、やられたことないからだよ。配信に移すと思わない、移すだけだと思わないでほしいの。よっさんの家に行ってごらん。入り口に砂利が何キロぐらいあった？砂利がね、段ボール8箱ぐらいあんだよ。砂利が。で、配信に移したのかお父さんに聞いたら、移してないって。要は、もう、置いてるんだと。部屋の真ん中に、リビングに、砂利が段ボール4つあるんだよ。何に使うんすかって。いや、知らねえよっつって。届いたから受け取ったんだけど、あいつのだろうとか言って。で、あいつ足悪いから勝たさねえだろうみたいな。あ、だから、そういうことだよ。
コメントでもバンバン引っ張ってきゃいいんだよ。本当に悪いのは配信者なのかっていう、一部のリスナーが悪さしてるだけでしょ、調子乗って、匿名だからとか。だからそういうのはバンバン引っ張ればいいよ、うん。いや、要はね、ガキの悪ふざけなんだよ。ガキの悪ふざけ。どんどん法律変えてバンバン引っ張ればいいんだよ、うん。悪いことやってんだから。ネットだから何やってもいいと思ったら大間違いだよね。殺害予告したのあいつバカだね。バカはバカだね。だからコメント欄だったら大丈夫だって思ったんでしょ。ツイッターとかじゃないからっていう。戦闘機注文された何それ、戦闘機、家に戦闘機が届いたの、何注文って、うん。いや、だったら喜ぶもの与えたらさ、だって鮫島さん超喜んでたよ。リスナーさんからもらったんだよっつって、ずーっと俺に自慢してたぜ、ずーっと自慢してたぜ、リスナーさんからもらったんだよって。俺が今してるヘッドホンもキーボードもモニターもパソコンも、この配信を作ってるじゃん、こういうさね、みんなと一緒に撮ったふわっちのタオルとか、こういうのは嬉しいじゃない。その配信、自分の好きな配信者が使ってくれるとかさ、番組一緒に作るんだっていう。そう、なんでそういう楽しみ方しないの。スーパーファミコンだってこれリスナーさんからのプレゼントなんだよ、これ全部。カセットとかも自分で買ったカセットもあるけど、店やってる時スーパーファミコンができるバーってどうかなって言ったら、リスナーさんが持ってきてくれたんだよ、匿名さんが、うん。戦闘機の会社から電話来て、吉江さんが断った。それは買ったらよかったのにね。吉江さんお金持ってたからね。そこは思い切って買ってみるっていう。戦闘機。戦闘機の会社、日本に電話来るってすごいね。ちゃんと営業かけてくんだね。それがさ、ピザをもう金を払ってあったら超男前だと思うよ。森さん名義でクレジットで払ってありますって。今回の話全然近かったと思うよ。もうリスナーさんありがとうって話で。俺そういうのはあるのよ、いっぱい、うん。嫌がらせじゃなくて、その喜ばせようと思ってやってもらえるのは一生残るからね。石野とバーで二人でいる時に天丼を何回も送ってもらったんだよ。俺らがぼやいたの、放送中。腹減ったなーっつって。一緒ホームレスじゃん。何食いてーっつったら、天丼食いたいっすねってぼやいたら、店に来て、ピンポーンって。そしたら、20分後ぐらいだよ。天丼ですって。かっこよくない？俺ら二人でうおーって叫んだの。で、次の日も、冗談でだよ。俺と石野が台本じゃないけど、打ち合わせしてて、あれってもう一回ぼやいたら来るのかなって誰なんだろうみたいなこと言ってて、じゃあ今日わざとらしく言ってみますかって。まあまあ台本だよね。で、あー腹減ったなーみたいな。昨日の天丼うまかったな石野とか言ってわざとらしく言ってたら、また30分後に天丼届くのよ。本当に届いたってなって。で、もう石野と俺毎日バーにいるから、暇だから、客いないから、暇になったら、あー天丼食いてえなーとか言うと毎回送られてくんの。それはもう鉄板で笑いになるんだよ。また来たまた来たみたいな。で、誰だ誰だってなったら匿名さんだったのよ、男の人で。で、その人はコテハン天丼マンって名乗ってくれたの。じゃああなたコテハンつけてくださいよって俺らからお願いして、じゃあ名前は天丼マンで。そう、すごいシステムだよね。お腹が減ると天丼が届くんだよ。とかは面白いじゃん。そう、まあ表に出ないっていうわけじゃないけど、やっぱりその目立とうっていうよりも、そのなんつうの、みんながハッピーになるっていうかさ、そのいいいたずら、そう、誰も苦しまない驚きがあるじゃん。サプライズっていうのかな。それはほっこりするじゃない。だからピザの話も、ただ金を払ってるか払ってないかですごい嫌な話、もう放送つけんの無理だわってなる話なのか、いやすごかったよと、俺
みんなにね、ピザをおごるみたいな感じですごい喜ばれて、ありがとうね、匿名さんっていうかっこいい話にするかは、そう、あえて匿名なのがかっこいいでしょ？そう。だから、その、なんていうのかな、配信はみんなで作ってるんだよ。リスナー、はい、もちろん演者はこっち側だけど、一緒に作ってるのね。実はリスナーさんとドラマを起こしてるわけだから、そう。それが嫌なドラマになるのか、いいドラマになるのかっつったら、いいドラマを見た方がいいじゃん。うん。それが配信の正しい見方だと思ってる、俺は。かっこいい話だよね。だからこうやって何年経った？もう3年ぐらい経った前の話でも未だに出てくるんだぜ。一生残るんだよ。ただ、ピザをさ、嫌がらせで送ったやつなんかもう一回きりで終わりじゃん、話題に出されても。うん。一生残らないよ。心に残んないから。嫌な話は。そんなことあったっけ？ってなるでしょ。もったいないよね。もったいないと思うね、正直。別にそのピザ送れって話じゃないよ。そうじゃなくて、思いやりは残るんだよって。いいことされたら一生俺らは覚えてるぜっていう。それが粋だよね。粋がってると粋なのは違うんだよ。いや、俺はピザ屋は堂々と損害賠償請求どころか刑事事件にしてもらいたいね。正直。正直。お疲れっす。原価かかっ、人件費もかかって。被害届出してほしいね、本当に。被害届出すのは大事なことなんだよ。そう、殴られた、殴った、殴られたとかで、ちゃんと出さないとダメだよって。泣き寝入りしたら調子こくだけだから。何かあったら被害届はちゃんと出さないとダメなんだよ。まあでもね、そこは俺らが口挟む問題じゃないから。天皇もどうなんだろうね。どっかでロムってるかもよ。もしかしたらロムって見てくれてるかもよ。いまだに。わかんないよ、それは。リスナーさんは循環するものだから。お気に入りはその時その時で変わっていいのよ。でも俺は天丼マンのこエピソードは多分一生、まあ天丼食ったら必ず思い出すだろうな、天丼マンのこと。っていうか、今日、天丼マンとは実は会ったことあんのよ、俺。裏で、会ったことあんの、何回か。で、実は今日行った店、鮫島さんと飯食ったんだけど、そこは天丼マンと行った店だったの。懐かしいよね、リカちゃんね。今日、ステーキハウス行ったんだけど、鮫島さんと。あ、ここ天丼マンと行った店だ、と思って。あんまり個人的なことはね、人の話を巻き込んでやっちゃうと、俺は違うかなと思ってるから。それは、なんか行き過ぎてるじゃん。まあ、これくらいしか話せないよ。やっぱり、リスナーさんはさ、演者じゃないから、ギリギリ話していいラインってあるのよ。これが、喋りすぎちゃって、誰々と何々やってたって話をするのは、俺はマナー違反だと思ってるから、すごい気をつけてるの。模倣犯も増えるよ。あ、こうやったら目立てるんだっていうやつ、どんどん出てきちゃう。そうじゃなくて、こんなことやったら捕まるんだっていうのを見せないと。本当にダメなんだっていう。当たり前だけどね。でもね、もうね、なんつうんだろう。ネタが出尽くしてるから、正直、配信会って。新しいことなんかもう起こってないんだよ。あと、バンも厳しいし。はい、お疲れ。そう。いいことは一生残るっていう。そう。で、嫌がらせは残らないから。あとね、しみじみ、行きの、ね、時に話して、やっぱ1時間ぐらいでね、車の中で話したから、
やっぱりあれだなみたいな、いろいろ配信もいろいろあるけどやめてくなみんなみたいな。鮫島さんが今、その、なんつうんだろう、永井先生の次に古いの、もう残ってる人で言ったら永井先生の次に古くて、でまあ和道も5年目かみたいな、あ、まあ生き残ったなみたいな。でもうみんなやめて、まあ鮫島さんからしたらもうみんなやめた状態だから、みんなやめたっていう。で、まあ、やむよなっていう話とか、配信者はやむよなっていうことを言ってて、そう。だから、まともな精神をしてるやつっていうか、普通のメンタルのやつはみんなやめてくと。で、残ってくっていうやつは、タフすぎるっていうか、やっぱ気違いなんだよ、そういう意味で。何かに固執するっていうかさ。あのね、財布にされてるっていうかね、それはね、ドレさんと話した。やっぱり俺らは人様の時間とお金を食ってる生き物なんだよ。それはね、しみじみドレさんと話して、やっぱりその、なんつうんだろう、俺らの業なんだよね。これで飯食わせてもらってるわけじゃん。ピアキャスどころじゃない。鮫島さんはどういうことやってたかっていうと、配信サイトが世の中にゼロです。で、Windows メディアプレイヤーっていう動画再生装置あるでしょ？のカメラバージョンあるじゃん。自分を撮影するやつ。それをポートを開くって言って、要は自分のパソコンを開いてサーバーにして、2チャンネルで俺生放送やってるぜって宣伝して呼び込んで、過疎だよね。1人とか2人とかに自分の放送を見てもらってるっていうのが、永井先生はもう配信サイトができる5年前からずっと5年間やってたんだって。そういう人たちの、鮫島さんとか、永井先生っていうのはもう先駆者も先駆者なんだよ。そう、俺はもう聞いてて何言ってるか分かんないけど、ほっぺが捕まったらコメ欄も少しは改善されるかな。あれだよ、みんなほったらかしてるからあれだけど、通報っていうのを、例えば、通報ってあるんだよ。配信、コメントにも通報ってできるんだよ。だから、通報数がある程度いったら、コメ版で赤版になるんだよ。すごいよね。すごいよね。人数少なくても配信直しやってたんだろうね。あ、わかんない。その、詳しいのがその辺全然わかんないから、俺は。そのポート80とか25とか全然わかんないけど、その動画投稿とかそういうことやってたんだって。俺はわかんないよ、全然。俺はサイトがあって、もうニコ生がオワコンって言われてた頃から始めたぐらいだから、後期だから。完全に。だからツイキャスが上り始めた時、石川紀之がツイキャスに移動したっつってた時期に俺は始めたから。それはレジェンドだし、もう、なんつうの。だからもう言ってることがあるのよ。で、やっと会話してもらえるレベルだから、俺は。要は、今までは何にも説得力がないの。何にもないの。だけど、一配信者として会話ができるようになったのが俺は嬉しいのよ。わかる？風船ありがとう。どうやってさ、その、要は鮫島さんからすると、俺はずっと小僧なわけよ。だけど、その和道さーって、根性ねえやつはやめるよな、わかるよな、和道っていうのを前提に話してるわけじゃん。いや、だから、ウナは実は後輩なの、鮫島さんの。ウナは10年以上やってるって言ってるけど、鮫島さんのちょっとあと半年後に始めたの。で、2年間引退してんのよ。で、最初鮫島さんに売名してたの。ちょっとラグってるかもしんないからチェックします。5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8秒。あ、大丈夫だ。OK。8秒だった。リカちゃん8秒。大丈夫だね。なんかラグってっかなと思って。
ありがとう。いや、あのね、やっと認めてもらえたっていうのが正解かもしんない。要は、誰だお前っていうのはすごかったよ。だけど、やっと、ワド頑張れよって言ってもらえるようになった。それは、誰にしろそうだよ。誰にしろそうなの。だから、ポットでのやつに対して、イラッとするっていうのは、あ、ここも打たれてんな。痛えな。ポットでのやつで調子乗るやつあるでしょ。まあ、ほら、ドレさんにしかり、コウヤにしかり、誰々にしかりって、いろいろあるじゃん。だけど、今、愛子さんどうなった？今、愛子さんどうなった？もう全部わかってるのよ、俺らは。なんでかって言ったら、自分が通ってきた道だから。で、ドレさんは閲覧500安定になって、俺にどやったりしてるでしょ。でも俺はもうわかってんの。ニコ生時代に俺、立ち見 A が出てるってことは、アクティブ500以上叩いてんのよ。で、立ち見 B 出ることあったから、アクティブ1000人、500人とか自分の枠でやってた時代があるのよ。だけど、それはトレンドに乗っかっただけなんですよ。要は、金梅さんみたいに毎日1000人超えるっていうのを何年続けたかとかいうレベルの話なの。そう。だから、その、200に落ちることもあれば、だってさ、ティロフィナーレ香川さんって雑談やったら300とか400行くんだよ。ふわっちでも。ね？ニコ生だったらもっと行くの。フォロワー数が3万人超えてるから、多分5万人ぐらいいるんじゃないの？香川さんって。で、その店をやってるからかそったりとか FC2 ライブで垂れ流してた時期20人とかだったんだよ、アクティブ。要は俺らはもう分かってるの、実力あっても落ちるっていうこと、噛み合わないと。で、長くやったらいつかその本当に上手い人だ、小島グランプリとかそうだよ。今より過激なことやってたの。亀食うとかレベルじゃないのよ。お尻の穴にローション塗って BB 弾どんどん詰めていくので、最後袋、ビニール袋の中にうんこみたいに BB 弾落とすっていうのを閲覧7人とかでやってたんだよ。今から便器舐めますって言って、汚い便器とかを閲覧3人とかでベロベロ舐めてたんだよ。ありえないでしょ。だからもう業界の中では小島グランプリは絶対いつか伸びるっていうのは定説だったの。ただいつ伸びるか分かんないっつって2年3年経ってやばいでしょ。亀食うとかいうレベルじゃないよ。そうで、そういうことをずっと続けてて、クロートっていうか配信者で、なん、あいついつか吹くよなって言ってて、ニコ生ツイキャス、で、ふわっちで、その、いきなり吹いたわけよ。もう、何が起こるかわかんないっていうか、長く続けて根性あって面白いことやってれば絶対伸びる世界の、この世界を。そう。だけど、つまんないやつは確実に滅びるの。喋れない、つまらない、根性がない。うん、だからもう誰が滅んで誰が伸びていくかなんか手に取るように分かるよ、俺は。そう。だから、その5年目に入ってやっと分かったの。あ、配信って閲覧じゃないんだっていう。閲覧なんだよ。閲覧なんだけど閲覧じゃないの。ここは深いんだよ。正確に言うと一番力は何かっていうと閲覧なんだよ。一番欲しいのは閲覧なの。誰が滅びるっつうか、誰が伸びるかは話すかな。誰が滅びるかは、悪口になるから。うん。誰が滅びるかよりも、誰が伸びるかっていう議論の方が好きだね、俺は。うん。なんで辞めさせなかった？俺ずっと言ってたよ、コッペに。お前向いてないから辞めろって。うん。何回も言ってるよ、コッペには。伸びるきっかけはね、警察ネタ喧嘩だけじゃないんだよ。だけじゃない。うん。登竜門つうかね、ニコ生は異常に生主強いでしょ。それはね、あの、コメントで叩かれ慣れてるから、聞かないんだよ。もう、要は、ノウハウがわかんの。コメントどうやってやったら走るか、どうやったら閲覧伸びるか。そう、どうやったら手玉に取れるのか、とか。そう。どうやったらファンになるのかとか、全部、もう、そこである程度、ニコ生で結果出したら、もう、他のサイトぬるいよ、正直。誰が伸びそう？誰が、過疎で。いや、それこそさっきからコメント書いてるカオスなんか、パチッとハマれば絶対食ってくレベルには絶対行くよ。3、40万は稼ぐでしょ。だから本人やる気ないから。そこを望んでないから。カオスなんかパチッとハマったら行くよ。で、俺は前から言ってたけど、アメリカ人は伸びるってずっと言ってたからね。初期から言ってる。
今結果が出たわけ。半年以内に伸びるって、多分半年前の部位に残ってるよ。コッペは無理。あの、少年を変えないと無理。少年を変えないと無理。石野は伸びるよ。じわじわ伸びるよ。石野は、その、バイオリズムがすごいだけで、要はリスナーさんに八つ当たりする時があるだけなの。ただ、ハマったらめちゃめちゃ面白いよ、あいつは。ただ、あの、スターになる感じじゃない。なんでかっていうと、配信者と絡みたくないから、あいつは。配信者のこと嫌いなの。リスペクトがないの。だからもう自枠だけでやっていかないといけないから、まあ、自枠で300集めるようになるんじゃない？ 3 年後とかには。トム・ソーヤ・池上は、今の俺ぐらいはキープする生主になるんじゃないの？ 100 から200前後は。このまま続いていけば。要はね、その、荒野はある意味正解なの。要は、あの、金魚の糞系って呼んでるんだけど、金魚の糞系の人で成功したのって、俺、光くんだけだと思ってるね。金梅さんのファミリーで言ったら。いや、金梅さんを超えるか超えないかまで力をつけたのは光くんだと思ってる。そう。で、荒野は、じゃあ、自枠で沸かせられるかってさ、沸かせらんない。新野っちょ、光くん、金梅さん頼みじゃん。それはそれでいいのよ。だけど、それは誰の閲覧なのかっていう。要は、自分ピンの力を測れないといけないんだよ。俺、小さい時から喋れてないんだよ、実は。超無口なの。実は、超無口。俺、だから、プライベートでも全然喋んないよ、未だに。カオスはね、プライドっていうかね、ポリシーだな。プライドじゃないの。ポリシーだよ。ただまあ、傍観者っていうか参加者でいたいんだと思うよ。このネットっていうものに対して。要はメインストリームに入りたくないんだと思う。旅人だから。はい、ワドツ。5年目ですね、僕は。ね、池上。まあ伸びそうっていうか伸びてるからな。俺が言うことじゃないよ。ただまあ新野町の閲覧だと思うよ。ピンの閲覧ではないと思う。まだこれからの人じゃん。ただ若干流れが、その法則は変わってきたっていうのが俺の読み。昔のタイプは受けなくなってきた。昔のタイプは、こじったことも、口座さらしたこともっていうかね、正直多分今のカオスは迷ってると思うの。正直迷ってる部分すごいあると思うの。でもね、正直ね、何かって俺も経験あるから分かるんだけど、閲覧が上がると怖いんだよ。これはね、その100超えを初めてやった時なら分かるはずだけど、カオスはね、今ね、迷ってるし、どっちに行くべきなのかとか、どっぷり行くべきなのかと、あと閲覧がちょっと怖いんだよ。それあるでしょう、カオス。今ね、その、慣れてた、その20、30、40ぐらいまで、40、50とかはこなせると思うんだけどね、100の対応の仕方がわかんないんだと思う。そう。だからこれ俺の閲覧なのかっていう怖さがある。元気だよ。元気元気。だからここだよね、まず最初の砦は、でもね、小賀組さんね、よく見てごらん、あの書いてるのね、10人未満なんだよ。実は連投してるから多く見えるだけなの。アンチコメ書いてるのなんか10人未満だよ、そういう世界だから。あ、ありがとう、フォローありがとうございます。もしよかったら YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。こちらです。ね、パパッとチャンネル登録してパパッと帰ってきてください。チームジョーズの動画はここに上げていくことになりそうなんで、よろしくです。
のんちゃん指揮書いてるな。閲覧増えると怖くない、俺は慣れてるから。ただね、閲覧まあ2000までは正直ビビんないけど、3000いったらビビるだろうな。2000まではまあまあビビりはしない、だから別に1000になろうが、1000までは普通に雑談できるよ。あ、消える。正直言う、消える。まあ誰がとは言わないけど、まあ今日話してもう消えるねっていう全員が全員、あ、消えるねっていう、もう消える要素しかない。消える方程式と伸びる方程式で言ったら消える方程式しかないの。消えます。消えるっていうかずっと長くやるんだよ。ただもう閲覧7人とかでしょ多分。あ、まあまあ、それはね、慣れだよ。もうするっつうかね、うまくかわしてるっつうかね、もう聞かなくなってくんの。消えるっつうか生き残るよ。本人はずっと配信やると思うよ。本人はずっと配信やると思うけど、なんだろう。閲覧は、その人の名前使ったり炎上した時だけ爆発して、フォロワーが全然増えないタイプだよね。受話器やると、普通の家雑談やると、7人とかのタイプ。ずーっと永遠に。そういうタイプ。だ、消えるっつうか、まず目が出てないって感じだね。ないよ。ない。それはおむつおむつって言ってるでしょ。ないよ。ない。ないです。あれだって橋本くんのネタもパクリだもん。嫌われるだけだもん。で、本人が、その、勘違いするタイプでしょ。その、俺面白いだろっていうタイプじゃん。ダメ。その時点でもうつまんないんだもん。もし仮に警察の出頭する、ごめんなさいっていう謝罪枠をやって、ね、警察に呼び出されました、リスナーさんすいませんっていう謝罪枠をやって、おむつで警察署に行ってたら俺は認めるよ。リスナーさんすいませんっつってハイハイしておむつで言ってたら俺は本物だと思うよ。それは俺は認めるわ。それをやってた自主的にだよ。いや警察でおむつで言ってごめんなさいって、もうほんと絶対二度とでやらないんで許してくださいっつって、もうおむつを履いて警察署まで歩いていくって、もう爆笑でしょそんなの。あ、こいつ本物だわっていう、それができない。俺面白かっただろうってずっと言うタイプなんだよ。俺にはおむつ配信があると、お前橋本くんのパクリだよそれって、ああお金くれる人はコメント少ないか、どうなんだろう。それはね、多分ニコ生時代に匿名で打ってたんだと思うよ。匿名で、で今は花火くれる人は普通にコメント打つかな。むしろ結構積極的に打ってくれる人が花火くれるイメージがある。ちょっと流れが変わったかもしれない。多分ね、小学美さんの話はニコ生の時だよね。そう、匿名だから分かんなかったんだよ。複数アカウント持ってるから。社会貢献つうかね、もうやっぱり配信がどっぷり好きなの。もう、支援者の特徴。どっぷり配信が好きなの。一週間くらいは一気に配信するけど、すぐ飽きて二、三週間やらなかったりするのはやっぱダメだよな。ダメかどうか。ダメかどうかで言ったら知らん。知らん。だから、そう、カオスにとっての一番がどこなのかなんだよ。で、カオスはやっぱり、俺は傍観者だからっていう、その、配信主だからっていうポジションを言ってるから、ただそうなってるだけだと思うの。で、一週間ぐらい一気に配信するけど、なんで、3週間やらなかったりするかっていうと、閲覧が増えてきたら戻さなきゃって、心のフィルターが、そのフィルターっていう言い方、悪く言ってる意味じゃないからね。要は、あ、増えた増えた、違う、俺はこっち側の人間だったっつって、自分でセーブかけて戻ってんの。で、その本気で俺は食ってくんだって腹くくった配信者の場合はどんどんやるんだよ。俺がそのタイプじゃん。そう、だって増えたら目的達成をしてるわけだから。だからゴールの違いだよ、ゴールの違い。落ち着かせないとっていう風になって、こう引いてくんだよ。初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてください。でしょ？だから自分のゴールがどこなのかっていうのはさ、俺が、その、カオスの生き方だから、そこは俺が命令することじゃない。
ただ実力で言ったら100人超える実力は持ってるよっていう話であって、ただそれだけ。俺からすると実力があるのと本人が求めてることとは別だから、それはカオスが決めることだよ。ただいつも俺は言ってるんだけど、人生自分のなりたいようになれるっていうのが俺の考え方、うん、で、その人よりも何か好きなことでチャンスをもらった人間っていうのはすごく恵まれてるんだよ、結果を出せる人間っていうのは。だからまあそこに乗っかるのも手だけど、俺はその配信者で有名になって嫌なところとかも嫌っていうほど知ってるから人には勧めない。うん、まあもうプロでやってくんなら毎日やるのは基礎条件だから、もう絶対条件だから。いや話上手くないよ俺は。うん、俺よりも話うまい男なんかいっぱいいるんだ。そう、ちなみに最高閲覧か、最高閲覧どれくらいだろうな。ピンの放送コラボも入れていいの？ピンの放送コラボどっち？まあ、コラボだと数値化できないけど、ピンの放送だと1500ぐらいかな、1500、600ぐらいだと思うよ。多分それくらいだよな。同時閲覧1500、600だと思う、ピンだと。うん、ピンだと1500、600を数回、5、6回かな、5、6回あるかな。うん、でもまあ200は安定だよね。200が一番安定かな俺は。で、こっから下回ることもないし、上がることはあるけど、でも200は居心地すごくいいね。うん、いやいや、そんなもんだよ。1500ぐらいだよ。うん。マックス。うん。でもほら、俺が炎上系のことあんまりやらないから、今。でしょ？だから正直、その、閲覧だけ取りに行くことをやれっていうネタをやれと。バンにしませんと、ギリギリバンが危ういところを狙うんだったら別に1000超えはそんなに難しくない。コラボだったら3000とか4000とか5000とかあるよ。だけどそれは俺の力じゃないから。うん、あ、すいません、ブロックでーす、さよなら。さすがっつうか、別にそんなの誰でもあるよ。噛み合ってるか噛み合ってないだけだからさ、それは正直。噛み合ってるか噛み合ってないかだよ。そこに尽きる、本当に。生主を育てるのは完全にリスナー。完全にリスナー。あとは同業。うん。絶対間違いない。で、特にリスナーの力はでかい。だから最初につくリスナーがどんななのかで、その生の人の運命変わるからね。うん。本当に。最初のリスナーで変わる。はい、こんばんは。うん。リスナーさんだよ。自覚はないかもしれないけど。いや、時代が変わったんじゃねえかなっていう。時代が変わったんだと思うよ。テンポは早い、確かに。でも疲労感もあるんだよ。やっぱペースが合ってるところに人が集まるから。うん、いや、みんなは別に自覚しなくていいんだよ。育てるっていうよりも影響を与えるんだよ。そうそうそう、影響力、影響力。うん、でもある人は何かあることにリスナーごときって言ってる。それはね、自己顕示欲が強い配信者なんじゃないかな。リスナーがいないと配信者は成り立たないっていうことを分かってないの。見てくれる人がいて初めて俺らは輝けるわけじゃん。そこに対する リスペクトがない人は滅ぶよ。絶対に滅ぶ。だってダウンタウンの松本人志がさ、こんな客いらねえわ、こんな客ゴミだわって一言でも言ってみ。干されるよ。
絶対一発で干されるよ。いいリスナーさんに恵まれていく人、だから配信論語るんだったら、みんなね、間違ったことやってて、その伸びる配信者の特徴と伸びない配信者の特徴を言おうか。伸びないやつは炎上系に走るの。炎上だったら誰でも人集まるから。女の子だったらおっぱい出せばいいんだよ。でしょね、警察だと起こしたら人集まるよ。ただそれ自分のファンではないから、警察だと見たい野獣馬だから、ここまで OK でしょ。で、今度上手い人と下手な人ってどういうことかっていうと、全員最初は0人なの。どんなことやっても0人からスタートするので、ダメなやつは炎上系とか売名、要は僕の枠来てくださいとか、要は誰かの金魚の糞になるとか、まあそれも一個の手だとは思うけど、ただ雑談に関してはなんだけど、人を何分引きつけられるかな。初見は必ず来るの。その時にダメなやつって、あ、初見さん来た、いらっしゃい、あ、もしよかったらコメント書いてください、どっから来たんですか、なんでコメント書いてくれないですか、あ、行っちゃった、あ、誰か来た、誰か来た、コメント書いてください、どっから来たんですか、僕のことをどうやって知ったんですか、いなくなった。こんなの見る、速攻ブラウザバックでしょ、わかる。そうじゃなくて、俺は0人の頃から、はいどうもこんにちは、和道です、僕生主始めて今日3日目なんですけれども、配信って面白いっすねって0の時に話してた。いや、なんで配信やろうと思ったかっていうと、って今こうこうこういう状況なんですよって、で喋りをするのがすごい夢でとか言って一人でラジオやってたの、うん、だからそうすると、あ、ちょっと聞いてみようっつって1分足を止めたっつうんじゃん。1分足を止めて、で新規が1分後に来た、閲覧2位になるじゃん。で1分で帰っちゃって1位戻るんだけど、この人が1分あるからっつって相乗効果が生まれるの、わかる。でそれがどんどんストックされていくの、ファンになってくると。フォローしてもらうと通知が来るから。で30人コメント書かなくても、30の母体があるの、0の母体であると30の方が閲覧ガッて上がるでしょ、ランキング。それをずっと積み重ねていってるやつが強いのよ。なんでかっていうと、もともとがトーク主体でやってて、この人のラジオ代わりに聞くとか何なのかってリスナーさんそれぞれの理由があるけど、もともとがこいつの話聞きたいっていうところから入ってるから離れないの、わかる。だから閲覧減らない配信者になるの。だからいつも言ってるのは、その閲覧の数じゃなくてファンの数だよっていうのはここなの。だから喋りが上手いのはそうなんだけど、まずアウトプットすることとか喋り続けることができるやつと、プラス長く続けてるやつは強いんだよ。スタートラインが1万で始めるのか、300で始めるのか、100で始めるのか。俺の場合3500に通知が行くわけじゃん。でしょ？だから有利な。それは5年間の積み重ねをずっとやってきたから。だから一番怖いのはポッと出タイプよ。いきなりバーンって行ったってことは、いきなりガンって下がんの。経営でも一緒なの。山がでかける。株とかもそうでしょ。山がでかいってことは谷もでかいんだよ。だけど、ゆっくりゆっくり上がっていくやつ強いの。で、ふわっていくから。ぐーって急に来んの。そう。だから極端な話、生主ができる。雑談生主に限ってはだけど、誰も見てないところでずっと喋れるやつは、まずスタートラインに立ってるよね。俺、閲覧一桁でもできるよ。俺、閲覧一桁でもできるよ。俺だってあれだよ、実はふわっちのサブアカで実は隠れ放送やってんだよ1回か2回やったんだよ。知らないでしょみんな。隠れ放送って言って、全く別の名前、全く別のサムネで、俺ふわっちで下の方でやってて喋れるよで顔も出してないの。顔も出してないんだけど、はい、ワドツって言ってくんのはい、見つけた、ワドツって。この喋り方、このトークスキル、お前だろっつって、うん、うん、だからバレちゃう。でサブアカ無理かって、キャラ編無理かっつって、いやまあ声でバレるけどね、うん、まああと初めて3日目ですとかさ、今日初めて放送やるんですよって言ったら、嘘つけバカ野郎ってコメントが来て、和道じゃねえかこの野郎っつって、何年やってんだっつって、こんな喋りうまい新人いるわけねえだろっつって、あ、19歳なんですよっつって
19歳でとか言って、文系なんですとか、もう適当なこと言ってて、もう妄想放送だよね、うん。コメントからネタを拾えるようになると、あのね、実はね、コメントを読むって読み上げることだと思ってるでしょ、みんな。違うんだよ。リスナーさんの問いかけに対してそれに答えられるかが本当のコメント読みなの。要は、その、Q とか振りに近いんだよね。コメントをただ読み上げてるやつは、ただ棒読みちゃんだから。うん。いやね、今日鮫島さんと飯食ってたら、ずーっとのんちゃんを煽るの。もうずーっとのんちゃん煽ってて、のんちゃんがもう、そうだよ、和道さんは浮気してるんだとか言って、もうなんか、そうだよ、こいつ女の配信絶対見てるよね、のんちゃんとか言って、そうだ、和道さんは、ことかのツイッターを見てるんだとか言って、のんちゃんが妄想が始まっちゃって、そう、あの三つ編みの女も詰めるとか言って。で、ことかと、もし、和道がコラボしたらどうするのって言ったら、ことかの目を潰すとか言って、もうずーっとのんちゃんにポンプ入れまくって、要は、鮫島さんが分かったのよ、のんちゃんの取り扱い方を。要は、女ネタで和道はこんな女と繋がってる、こんなことやってるよっていうと、のんちゃんが、なんつうの、あのモードに入るっていう楽しさを見つけたらしくて、で、のんちゃんはのんちゃんでガチに捉えちゃうから、もう始まっちゃって、すごいことになってて、飯がまずいまずい。のんちゃんがもう止まんなくなっちゃって、あのおとなしいのんちゃんが、和道聞いて、鮫島さん、和道さんこんなことやってるんだよ、こんなことやってるんだよ、つって全部、全然的外れなの。やっぱさ、ポンプうめんだわ。ねえ、のんちゃんとか言って、和道最低だよな、とか言って。うん。焼き餅じゃないんだって、もうやめて、やめて、つってんだけど、本当のダメなやつって目で合図してんだけど、もうずーっとやるの。そう。それだね。うん。のんちゃんは俺の彼女ね、のんちゃんは、そう、いや言ってたよ、チンコ切るって。今日も言ってたよ、ステーキハウスでチンコ切るんだっつって、麻酔をするんだとか言って、そしたら気づかれないとか言って、もうわけわかんないの。和道さんが今日寝てる間にチンコに麻酔打って、朝起きたらチンコはソーセージ炒めになってるんだとか言って、焼き餅可愛いってレベルじゃない、わかんないからそういうこと言ってんだよ、わかんないからそういうこと言ってんの。いやでも面白いよね、鮫島さんの面白いエピソードいっぱいあるんだけど、聞きたい？鮫島兄さんがいかに狂ってるか、いかに配信者かっていう話聞きたい？笑うよ本当に。鮫島伝説、鮫島伝説いいっすか、聞きたいっすか。いやもう腹抱えて笑ったもん、プライベートトークで。配信で話してるか知らないよ、鮫島さんの枠で自分で暴露してるか知らないけど、もうプライベートでもうこっちはリスナーですよ、もうリアルリスナーですよ。面白かった、もうノートが欲しかったもん、久々にメモ帳ネタ帳作ろうと思ったもん、これはネタ帳欲しいと思って頭の中にバッチリ入れてきてるよ、笑うよ本当に、爆笑するよ。いや、サイコパスっていうか、やっぱ病気だよな。やっぱ心が病んでるよ。心が病んでますよ。大丈夫だよ。チンコの皮が余ってる部分を切ってさ、コテッチャンにしてもらいたい。炒めてもらいたい。そしたらバレない。コテッチャンと一緒に俺のチンコ炒めちゃえばいい。あれって、包茎治ったつって。切っといたよ。つって。いや、鮫島さん面白い。抜群にやっぱトークスキル違うよね。うん。会話のテンポ感っていうか、スピード感はやっぱ一番速いと思う。脳の回転と、その、ツッコミの速さとか、鋭さとか、トークテンポ感はやっぱ一番速いね。
いいところでコメント拾ってくれるし、見てて楽しいよね。テンポがいいんだよね。うん。テンポがいい。テンポがいい。そう。あのテンポ早すぎるから初見には結構きついんだけど、その初見さんは多分その会話のテンポが早すぎて疲れたりするんだけど、慣れてくると、そう、逆に長いじゃん、キャリアが。何回も見る頻度が高いじゃん。すごい心地いいんだよね。トントン、トン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 って。こう、スタタタタタンっていくから。で、無駄なコメント拾わないしね。面白いコメントだけ拾うっていうことができるから。フォローありがとう。もう日付変わったのか。早いな。面白いよな。今日月曜日か。もう日付変わったら3連休終わったんだ。どうだった？みんな3連休は。楽しかった？まあいい終わり方したね。うん。たまに岡間区長はわざとっつうか、やっぱそういうキャラなんでしょ。あれはあのキャラ面白いじゃん、ちょっと。たまに岡間区長入るからね。これあれ似合ってて面白いよ。ギャップがすごいじゃん。なんとかなのよーとか あ、面白いよね。ぶっ込んでくるからね。それかもしくは本当は実は乙女っていう。でも俺、鮫島さん乙女の要素結構あると思うよ。ツイッターとかポエムみたいなこと結構書いてるからね。詩人なんだよ。ポエマーだから。あと、ね、小物作ったりとかレジンとかで。やっぱ乙女心は忘れてない。1ヶ月ずっと連休。ああ、まあ俺も働くなって3月に仕事辞めたから4、5、6、7、8、9、10、11。お、8ヶ月。配信家として8ヶ月経ちましたね。プロ配信家としては10月からだから、ちょうど1年と1ヶ月か。プロ名乗ってからは。いや、乙女でしょ。うん。じゃあ、とっておきの鮫島さんの話するね。とっておきの。ちょっと面白かったらアイテムちょうだい。面白かった分だけアイテムちょうだい。あのね、俺、その、便所太郎さんと鮫島さんのクリスマスパーティーに誘われたのよ。で、鮫島さん当時部屋超汚かったの。今は綺麗なんだけど、めちゃめちゃゴミ屋敷だったの。で、まずクリスマスパーティーに招待されて、まずやったことは、部屋の掃除だったのね。そう、みんなが座る場所を作らないとっていう。で、あ、今行ってないよ、それは。で、カルピスがあったのよ。でも、相当時間経ってるなっていうのは、カルピスがこんな膨らんでるのね。こんなパンパンに膨らんでるのよ。で、これ中身が半分ぐらい残ってパンパンになってて、あ、これやべえなと思って、臭くなってるから捨てようと思って、蛇口で。で、鮫島さん、これ捨てますよ、つって。で、抜くじゃん。そしたらどうだったかっつったら、指が弾けとんなの。とんでもない爆音ともに。パーンっつって。で、何？みたいな、みんな。のんちゃんとかもいたけど、銃声？みたいな。なんでこんなところで発砲事件あったの？みたいな。みんなキョトーンってなったら、そのカルピスからピューっつって、その謎の煙が吹いてたの。で、やばいやばいやばいっていうのは、配信に載ってたのよ。配信に載ってたの。ここまでは知ってる人は知ってると思うんだけど、だけど、実はそのエピソード1個だけじゃなくて、今日話聞いてもらったら、いや、聞いてって、その、のんちゃんが俺の部屋汚いっつったのよ。その、汚い、俺のいじりしたから、いや、あんたも人のこと言えないわよっつって、どんな話が出てきたかっつったら、さ、しめじってあるじゃん、キノコの。それを玄関に置いてあったんだって、なぜか。で、放置してたんだって。どうなったと思う？俺ね、これ聞いた時にね、そんなことって、起こるのかって思ったの。玄関の前に置いてあったしめじが、パンパンに袋が膨れてるんだって。もうパンパンに。それカルピスと一緒だ。で、中身どうなってたかって言ったら、液体になってたんだって、茶色い。ワド、しめじって液体になるんだなっつって、ならねえよと思って。すごくない？しめじの これ笑うっしょ。で、
しめじで、うわ、超面白いと思って、カルピスだけじゃなかったんだと思って、しめじ液体になるんだって思ったら、しめじだけじゃないよ、つって。彼女が寝てるベッドがあるんだけど、鮫島さんの部屋で。そこから、竹、部屋の中だよ。竹が生えてるんだって。竹が生えてて、もうガンガン伸びてきてるんだって、竹が。で、その家の外から窓を見て自分の部屋見ると、やっぱり家の中から竹生えてるよなって。誰か竹植えただろうって、俺の部屋にって言って。部屋の中から竹が伸びてるの。で、それでももうこっちはもう爆笑なわけよ。しめじにカルピスに竹ってなって。で、今度、いやいやいや、そんなもんじゃないよ、つって。お前さ、春が来るってどういう感じで感じ取る?つって。あ、まあ、春一番とか、まあ、なんか暖かくなったなとかが春っすよね、つって。いや、俺は違うんだよ、って。お風呂に花が咲くんだよ、って。はい?って。いや、だから春が来ると、風呂場に花が咲くんだよ、っていうの、鮫島さんが。え、どういうことっすか?って聞いたら、いや、風呂場になんか亀裂があったんだよ、って。で、数年間ほったらかしてたら、ある日、その、風呂場の亀裂から雑草が生えてきたんだって。で、ある日だよ。ほったらかしてたんだけど、ある日、春の季節とともに、そう、雑草から花が咲いたんだって。やばくないっすか?これ。いや、我慢の限界でしょ、これ。ロムれないでしょ、これ。いや、この、しめじ、竹、カルピス、お風呂場に咲く花。もう、パーフェクトだよね、やっぱ。どうですか?この話は。もう、面白かった分だけちょっとご支援ください。よろしくお願いします。もう、メモりたくてメモりたくてしょうがなくて、メモを取れないから、聞いてる最中だから。頭の中に入れてきましたよ、本当に。いや、鮫島兄さん、すごいな。これ、何?リスナーに言ってるの?パフェありがとうございます。パフェありがとう、マキル。どうなってんだろうね、鮫島さんの部屋がね。花っていいよね。なんかロマンチックだよね。風呂場に咲く花。バガありがとう。バガ5個ありがとう、カウス。いや、いい話だよね。素敵な話だよね、これ。もう、この話は、この話、これってさ、鮫島さんネタにしてるの?粋だね。素敵だね、粋だね。これって何知ってる?この鮫島リスナーさんは。いやいやいや、もうありがたいです、ありがたいです。花はもうなくなっちゃったんだ。俺その花写真に撮りたいけどね。綺麗な花なんだろうね。春の時期になったら拝みたいもんね、その花をね。さすがにのんちゃん爆笑してたよね。お前風呂場で花見たことねえだろ、つって。竹は生えてくるし。だからなんか、タケノコ生えてくるの楽しみにしてたよ。鮫島さん。あれ多分そろそろタケノコ来るぞつって。いいよね。部屋の中でタケノコ採取できる家なんてなかなかないもんね。それでクッキングとかね、タケノコ美味しいんだぜ積み立てのタケノコは。すごいよね。まあでも鮫島さん頭いっぱいね。サバゲーで。サバゲーがもう大好きで大好きでしょうがないよ。もう次の企画どうやろうかとか。誰誘おうかって。あ、配信で映してたんだ。見たかったなそれ。竹はまだ残ってるんじゃないかな。竹みたいな。部屋の中に竹生えてきたら可愛がるよ。俺も。っていうか穴開きすぎでしょ。どう考えても穴開きすぎだよ、やばいよね、笑うわ。一軒家つが平屋だね、平屋の一軒家だね。で、2部屋あんのかな、あんま奥まで入ったことないから分かんないけど、大きいんだよ家は。平屋の一軒家、いやー、いいぜ。鮫島兄さんはいいぜ。やっぱもうそのプライベートトークが面白いっていうのは最高の条件だよね。プライベートトーク最高。
初見さんいらっしゃい。海保温泉5個ありがとう。ありがとう。チャンネル登録、ああ、すいません。初見さんなのに、嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひぜひ、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter のフォローもぜひお願いします。ありがとうございます。まあでも汗をかくっつうのはいいことだな。本当に汗をかくっつうことはいいことだ。生きてる実感があるよね。痛えとか痛えとか筋肉痛だとか。メガホン10個ありがとう。ペコポコランドありがとうね。最高だよ。楽しかったぜ。最高だったよ。ニューヨークで風呂場にキノコが生えてきて調べたらバスマッシュルームってアメリカで結構起こることらしい。へえ、風呂場で起こるんだ。キノコが生えてくんだ。そうなの。サメちゃんの隣の家の男性亡くなってたの。孤独死なのかな。なんか悲しいよね。社長さんいらっしゃい。メガホンありがとうございます。やだね。俺が配信したらみんなにお願いあるとすんなら、オフ会やって。一回だけでいいからみんなで集まってオフ会やって。誰が主催とかじゃなくてさ、なんかツイッターでさ、みんなで集まってさ、なんか和道どうだったねって、いじってお願いします。ああいいですね。ごちそうさまですね。それがまあ俺は見れないけど、俺が死んだらね、それがあったら嬉しいな俺は。みんなで集まってくれて、お墓も葬式もいらない、みんなでオフ会やって一日だけ、それがあればお腹いっぱいです僕は。コメント欄でね、あなただったんですねつって、そしたら幸せかな。ホタルがたかる。へえ、エアコンの水にホタルがたかる。へえ、どうしても伝えたかったんだろうね。俺主催のオフ会、いやオフ会やってくるっていう人が10人いないと思うよ。オフ会やってきたい人います？この中に。じゃあ184って書くと、半角英数字で184って打つと僕にしか見えないコメントなんで、オフ会行きたい人書いて。別に嫌よじゃなくても言いたい人、言える人は書いていいけど、俺のオフ会やったら来る人10人いないと思うよ今。解放でしょ。誰がいる、誰かいる。話しまずにっつうかね、もう盛大にどんちゃん騒ぎしてください。その時だけは。ほら解放一人じゃん。解放一人のためにオフ会なんか開かないよ。誰もいないよ。
いいんだよ、もうオフ会とかは。行ってもいい、カオスでしょ。うん。うん。行く？みーすけ。うん。どうだろうね。まあまあまあ、このくらいか。今ね、だいたいね、ちょっと待ってね、いやを計算すると、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、OK、あのね、2人だね、合計。うん。2人来るって言ってるね。カオスと、ミースケが来るって言ってるね。やらねえわ。いや面白そうだけど、つうかさ、別に生で会って何もないでしょ、俺と生で会いたいとかないでしょ。合計約 2,3 人のリスナーさんが、はい、来るそうです。やりません、うん、いいじゃん、別にネットで会えるんだから。なんでその生で会いたいの、意味がわかんないでしょ。生が見たいの。俺は生で会うとかっこいいらしいよ。オフ会じゃなくても家わかるしね、うん、たまに来るぜ。ピンポン、すいません、すいません、ピンポン、和道さん、すいません、なんだそのカメラって。もう分かってるけど。そのカメラをどかせ、まずは。なんだそれ、どこの仮想生主だって、うん、初見さんいらっしゃい。リスナーつうか、まあ仮想配信者だよね。挨拶に来るのよ、ピンポンならし。いやいや、全部対応してるよ俺、寝起きなのに。いやもう今まで6人ぐらい来てんじゃないの。あ、フォローありがとう。6人ぐらいあるかな、売名つうかね。まあでもありがたいよね、売名挨拶はね。両方でしょ、売名挨拶。いや新宿いな、地方から来てさ、やっぱり新宿に来るとバスとか新幹線とかで、まあ新宿っつったら俺みたいになってたんだよ当時。いやだってかわいそうじゃん、俺だってね、先輩のおかげで今これがあるわけだから。だから閲覧2とか3とかなんだよ。で1時間ぐらい話して、公園とかでコーヒー飲んだり、カメラ回してるよ。うん、フォローありがとう。うん、いやあれはカウントに入れてねえわ、あれはカウント外だよ、来んなっつってんだから。いや全部対応してるよ、うん、いきなり突発的なやつも、うん、あれはカウント外だよ、あんなカウントに入れたらはずだよ。あでもね、のんちゃんが付き合ってから亡くなったね、ピタッと。やっぱりその彼女がいると迷惑かけたらダメだっていうのあるんだよ、それだ。最近ねえなと思ったけど、要はね、やっぱりみんなも気を使うんだよ。そうそうそう、のんちゃん一人の時は出ないっていうか、最近は来ないの、やっぱりその彼女との生活があるっていうの分かってるから来ないわ。それだわ、のんちゃんだわ、気使ってんだみんな。怖いって、まあのんちゃん的に回したら怖いのはよくわかってるからね、うちのリスナーだったらね、うん、まあまあそこは常識あるでしょ、知らないわけがないじゃん、だって俺のリスナーだって言うんだったら。にわかにも程あるでしょねえ、和道のこと知っててのんちゃんのこと知らない、どんだけにわかだよっていう。むしろ俺より知名度あったりするんだから。だからのんちゃんファン多いんだよ、もうのんちゃんを出せ、のんちゃんを出せって各方面からすごいプレッシャーを与えられてんだよ。もっとのりこを出せみたいな、のりこが見たいみたいな。で特に俺意外だったんだけど、その同業の配信者から、大手配信者だよ、名前は出さないけど、みんなシャイニーとノッテンマイヤーの話大好きなの。これ本当なんだよ、プライベートで。いやのりこのあの、そのシャイニーとノッテンマイヤーは俺実は大ファンなんだみたいな、すごいよ、うん、あれはもっとやってほしいみたいな、ノッテンマイヤー今どこいんのみたいな。あれはねすごいね、あのロムってる同業受けがいいんですよ。あ、まあ爆走に BB なんだよね。
つまりに BB 弾とか、まあいろんな数々の事件は起こしてるけど、やっぱりのんちゃんは好きみたい、みんな。もうキャラクターが。うん。そう。やっぱ持ってるんだろうね。まあ配信者になったら飛ぶだろうね。配信者になんねえのみたいな声は結構聞くよ。あ、大手になれるっしょみたいな。うん。いや、俺より閲覧は伸びることは間違いないよね。ただほら、やっぱ、なんだかんだ言って女性だから。あのね、綺麗に見られたい、可愛く見られたいが先行しちゃうのよ。うん。女性問題なんだよ、ここは。女性配信者はどんなに、お前誰もお前の顔なんか見てねえよとかさ、お前その前に痩せろよみたいなやついっぱいいるじゃん。お前のこと可愛いと思って見てねえわ、みたいな。でもね、やっぱ綺麗に映りたいんだよ。みんな、うん、可愛く映りたい、綺麗に映りたい、チヤホヤされたいっていうのはやっぱ女性なんだよ。男はないじゃん、そういうの。キャスでもたまに配信してた。知らない俺、知らない知らない、うん、やってんの俺が知らないところでやってんのかな、うん、閲覧ジャンキー永遠の15歳って誰だろうね。いや、だからのんちゃんにはもっともっと映ってよって言ってんだけどね、うん、あー知らない俺、のんちゃんの放送見たことない、見たことないわ。本当は 35? え、誰だろう。あー、はい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 。まあまあ、その人からももっと出せっていう、うん、すごかったね。そう、のりこをうまく使えた時、和道はぶっ飛んで大手になるっていう、もう完璧なお墨付きを出したよ。もしのりこを完璧に、その、なんつうの、コラボでしたら、多分ぶっ飛んで閲覧伸びるだろうねって。だからもっと出しなって言ってんだけど、いや、だから俺は俺で別に、へえ、みたいな。まあそうだろうね、みたいな。そうだろうねっていう。うん、あれ、飛び降りの時でしょ、うん、メガホン10個ありがとう。うん。って、あの時仕事してたから見てないですもん。見てない、見てない。うん。アイテムありがとね、ペコモコランド。見てない、完全に。のんちゃんをキャスバーに送り込んだらやばいだろうな。のんちゃん酒飲まないから、まず人混み大嫌いだから、うん、そう。のんちゃんは多分そういう行動派ではないと思う。ノッテンマイヤーね、うん、だから俺も調整中だよね。のりことミーティングにミーティングを重ねていかないと。酒全く飲まない。飲んだら大変なことになるよ。あ、多分キャスじゃないかな、うん、多分キャスだと思うよ。飲ませたらダメだよ。飲ませたらダメ。本当に下戸だから、のんちゃんの場合は。俺は飲めるじゃん。のんちゃんは違うよ。一杯でヘベレケになるし、うん。大変なことになるよ。そもそも、精神薬飲んでる人は酒ダメだよ、やっぱり。圧倒的に向いてない、酒が。やられちゃうから。ダメダメ。のんちゃんに酒は飲ませたらダメ。たまーに、でも、一回だけあるかな。お酒飲んでみたいって言って。うん。まあ、酔っ払ってるよね。一口二口でベロベロだから。ベロベロ。ベロンベロンですよ。まあまあまあ、大変なことになる。っていうか、なんか最近ドレさん配信変動減ってない？
なんか定時にやらなくなったよね。定時になんかやらなくなった印象がある。あー、タイ旅行か。いや、俺日本の旅行でも相当面白くなると思うよ。うん、朝方になってきたよね、だんだんね。のんちゃんとは、あの、普通に日本旅行でも全然面白いと思う。早い時間にやってるんだ。おいっすー !BMF さん、ありがとうございます。ハート。お世話になりました。ありがとうございます。超楽しかったです。ありがとうございます。最近コラボ、やっぱ、あれじゃん?あの、やりやすくなったんでしょ?やっぱ、過疎の人はさ、コラボ組みづらいんだよ、大手と。でも今ほら、ちゃんまんとコラボしたりさ、いろんな人とやってるから、自信がついたし、アポ取りやすくなったんでしょ。俺とやろうよって。うん、要は、相手にもメリットあるわけじゃん。うん。いや、だから、もう、本当に大手の階段登ってるんでしょ。うん。あ、そっか、ランハゲとやってた。うん。朝の4時から4時ぐらいは中堅でも閲覧稼げる。まあ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 、稼ぎやすいよ。見るもんがない時間帯だから。誰もやってない。それはね、もうニコ生の頃から変わんない。うん、弱くなるの。面白い配信者やらない。俺もそこでだいぶ下積みしたよ。未だにやってるもん。うん、あの、朝方、うん。俺は夜中3時ぐらいからまたぐ感じでやるけどね、昼まで。最近は。でもね、やっぱ昼間のリスナーさんが、俺は相性いいな。俺はね、主婦層が相性いい。主婦層、経営者層に可愛がられる。ニコ生つーがもう配信始まったからそうだよ。うん。ゴールデンタイムを避けて、あえてそこで中堅の地位を築くっていうのは、鉄板っちゃ鉄板。うん。ある程度実力あると閲覧集まる。可愛がられる。助かるって言われるんだよね。見るもんねえんだ。でもね、そこであんまり力つけすぎると、今度深夜帯で全く人が集まんないから、やっぱりそこはうまくやっていかないといけないんだよね。でもね、自分の時間を持ってるっていうのはね、実は大手配信者の特徴なんだよ。よっさんもそうだったんだよ。もうこの時間から始めますって、もう周りに分からせるの。この時間は俺の時間だって。ドルさんがそうだったでしょ。よっさんもそれを数年続けてたから強かった。予算何時から ?2 時からとかだっけ ?1 時だか。そう、暗黒終わりにやってたんだよね。だからそういう時間帯持ってるのは強いよ。勝負する気がなくなるから、だんだん。アメリカ人いらっしゃい。うん、見たい放送、今誰?え、じゃあみんなが今一番好きな放送誰?ふわっちで一番見る放送。一番好きな放送。一番見る放送。あー、うなちゃんマンね。うーん。まあまあ、面白いですよ、うなちゃん。和道、鮫島さんね。和道だよ、和道。長井先生、面白いね。和道って書け。鮫島さんか。そうだね。まあそうなるよね。うん。永遠の2番手だから。中西マン、お前ふざけんなよ。お前ブロックだわ。うん、はい、解放ブロックです。はい。さよなら。さよなら。中西マンとかもう勘に触ったわ。うん、中西マンが一番面白いとかもう本当に、一番書いてはいけないコメントだよね。うん。さすがにプライドが許さなかった。うなちゃんマンとか鮫島とかさ、永井先生とかだったらさ、もう、まあまあそうなるよねって。中西マンってどういう見解だよな。うん、さよなら、うん。いやもうお別れだよ、本当に。さよなら解放。
ブロックは早いよ俺、うん、ブロックは早いよ、ロックオンっつって、うん、ブロックは早いよ。あー、3万ミラーで見ると面白いんだよね。まあまあそれはもう語り継がれてることだから、公式放送だからね、あっちは、うん、ドブズキッチンが本家の放送なんじゃないかって噂があるから、うん、ボブリシャスやってねえわふわっち古いなー、ボブリシャス古い名前出てきたな、懐かしいよね。ボブリシャス信者すごかったよな。俺見たことないんだよね、かぶったことないから。俺が生主始めた時はもうやってなかった。でちょっと復活して、あ、この人がっていうのは見たことあるけど、結婚してたね、なんか奥さんになってたね、うん。てか解放お前突っ込めよ、おい解放、なんでお前コメント書かねえんだよお前、ほんと配信者かよお前、空気を読めよ解放。ブロックじゃなくて削除だけしたのにまだツッコミしないからね、こういうとこだよ、うん、こういうとこだよ解放。もう分かってないわ、ふわっちの配信者は勉強が足りないわ本当に。あ、今離婚してるんだ。コメント削除だけしてちゃんと振りをしたのに、なんでお前はそういう俺の振りに答えられないんだよ、うん、何ロムってんだよアホかよ、ボケを殺すな、うん、ひどいよ今のは。ただ俺が嫌なやつだっただただの嫌なやつだよ、引くわ、うん、なんだろうね、引いたわちょっと。今230人ぐらいに、うわ和道解放捨てたわって、嫌なやつだわやっぱりみたいになってた。本当にブロックされたらもうコメント欄見れ、放送自体見れないよ。何年やってんだよ配信、何年もやってねえかそうだ、そんなにキャリアないんだったわ、新人だったわ、新人、素直なんだよね。この BGM 最近来てるな。いや使ってんの俺だけでしょ。そうそう、その場でパツッとブロックされましたって。いや今えげつないよ、サブアカも全部見れなくなったよ。ブロックしてログアウトしたら見れてたんだよ今まで、でしょ、見れなくなったよ、超きついよ、うん。もうブロックされたらサブアカも IP 管理、完璧な IP 管理、パソコンの方でも見れなくなった。そう変わったよね仕様が、ブロックされたら永遠にさよならだよ、見ることもできない、もうアウティーだよアウティー。俺うなちゃんマンずっと見れてないもん、本当だよ本当。ログアウトしても見れなくなったよ、パソコンの方でも見れなかったもん、このアカウントからはって合ってるよね、うん、新人の配信か。まあまあ中堅どころはあの落ち着いてるっつうか安心感があるって感じじゃん。そのなんつうの、新人はやっぱムラがあるんだよ。あと新人の特徴なんだけど、閲覧集めてるやつでやたらハイテンションなの。だからハイテンションじゃない日に閲覧ガクッと下がるっていう。でも
そのある程度中堅に行くやつってその長くずっとそのセカンドサードギアぐらいでずっと安定してファーってマラソンする感じだよね、うん、長く見れる。そそがりその突発的にパーンっていうのが見たい人はつまんないんだよ、俺らみたいな。だからクロート向けなんだよね、大人向けっつうか。ゆっくりゆっくりじわ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 ずっと60点取り続けるみたいないつ見ても60点だわっていう。そっちの方が難しいんだよ本当は。100点があんまりない、100点は1回もない。ずっと60点取れる。赤点もない。そうかい。ツイッター別アカでログインすれば見れる。俺見れなかった。それでツイッター赤で見れなかった。深夜とかね、寝るときはまったり見たいよね。わかる。そう、寝る配信用だったドレさんが怒鳴り始めたからね、寝る用の配信じゃなくなったんだ。俺の中では布団の中で聞けない配信になってしまったんだ。残念なお知らせだよね。あとやっぱ Facebook 勢は配信見ないな。それは思ったけど、 Facebook 勢は極端に配信見ない。一枠目10代、二枠目20代、三枠目30、あ、そっか。俺もうだから枠またぎっていう概念がなくなったから、全部延長だからな。全部延長だわ。ドレさんなんだろうね、切れやすくなったよね、すごくね。めちゃめちゃ怒るよね。っていうか、まああんだけ疲れてあくびバンバン出てたのに、俺もまあよく2時間も喋れるわな。自分で引くわちょっと。あ、延長してる、おやすみ。風邪ひかないよ。ペコペコランドありがとう。いつもありがとうね。おやすみ。しかも若干ちょっと小腹が空いてきたっていうぐらいだからな。すげえな、ほんと。あ、でも今日痩せるだろうな、また。内臓脂肪燃やしたかんな。汗びったびたにかいたから。多分今日痩せるわ。怒ってるよね。あ、怒ったり怒鳴ったり声張るとね、閲覧増えるんだよ。Facebook 交流してるよね、ちゃんと。何なんだろう、スタイルが変わったのかな。のんちゃん起こしちゃった、ごめんね。のんちゃんの悪口言ってたでしょ。え、のんちゃんの悪口言ってた。言ってないよ、言ってないよ。え、のんちゃんの悪口言ってないよ。なんて？悪口言ってた。夢の中で？なんて言ってたの？わかんない。わかんないって何？何わかんないって。悪口言ってないよ、のんちゃん。何俺が、俺のんちゃんの悪口言わないよ。例えばどんなこと言ってたの、雰囲気は。のんちゃんがいるから。いい。なんか。何、のんちゃんがいるから？リアトツする人が来ないって言ってた。
のんちゃんがいるからリアトゥ社がいなくなったって悪口言っちゃおう。俺そんなこと言ってないよ。のんちゃん、大丈夫だよ。泣かないで。いや、鮫島さんの全部あれだよ、あれだよ、のんちゃんのことからかってたんだよ。わかる？わかんない。本当だろ。何が本当なの？本当だから本当だろ。いや、何が本当なのよ。例えば。いやだ、もう言いたくない。いや、わかんないよ、そんな、そんなこと。名前も出したくない。ね、のんちゃんのこと大事にしてるでしょ。ね、なんか嫌なことあったら言って。のんちゃんのことすごい大事にしてるよ俺。なんか変なところとか嫌なところ言ってよ。じゃあ困っちゃうよそんな。のんちゃんにパン買わせに行ってご飯作りに行かせて、そんでのんちゃんに減らしてって言って、そんで自分でずっとねゴロゴロ寝てた。え？そんなはっきり言う？え？いやいや、ご飯買ってって言ったよ。いや、いや、ほら、いや、ダメだった？ご飯、たまにはコンビニで買ってきてって言ったらダメだった？たまにはじゃないもん。え、じゃあジュース買ってきて。2回ぐらいあったよね、そういうことも。いや、だって俺もご飯買ってきてるよ、のんちゃん。そこは運なんだから。俺もいっぱい買ってきてるよね。ね、たまには買ってきてってお願いしたじゃん。でも、どちらかっていうと、9割ぐらい俺が買ってきてるじゃん。9割じゃないな。8割だって、のんちゃん具合悪いって言ってもさ、スーパー行こうって言ってさ。スーパー連れてく。いや、のんちゃんと一緒にいたいんだよ俺。のんちゃんと一緒にいたいの。あと俺そんなにフェラしてって言ってないよ。え？そんなに言ってないよ。マンチしてって言ってるじゃん。なんて？マンチして、マンチして、毎日してって。何を？フェラ毎日してって言うじゃん。
言ってる？それはそうか。うん。機嫌悪いの？ぐっすり寝られるからあれさ、フェラしてって言うじゃん。先生先生、その話は終わったからもうやめて。ぐっすり寝れるとか、そう、そういうのはいいから、あのそうじゃなくて、機嫌悪いのって。悪口言ってる夢見たから。いや、悪口言ってないよねえ、みんな言ってないよね。のんちゃんの悪口なんか言ってないよね。俺のんちゃんの悪口言ってないよ。言ってないよ、のんちゃん。うん。夢の中で言った。じゃあ夢の中で言った、ごめんね。夢の中の俺が悪口言ってごめんね。うん、うん、もう言わないから、夢の中で。うん、それは本当に悪かった、うん、機嫌よくなってくれる？うん、大丈夫？大丈夫。大丈夫？よかった。はい、よかった、機嫌が治った。え、何？治んないよ。すぐ治んないの、のんちゃんは。どれくらいかかんの？1日。寝たら忘れんでしょ？大体。大体ね。大体明日、元気になる。あ、すいません、放送中に。朝起きたら大体元気になるから。ケロッケロッと忘れてる。いやー、大変だね。何が大変なの？じゃあのんちゃんのこと大変だなんて言ってないよ。でのんちゃんのことを悪い、大変だねって言ったわけじゃないの。わかる？うん、うん、わかる？うん、うん、解放嫌い？嫌い。なんで嫌いの？ん？掃除所に来るから。いや、もう掃除断ってるから来ないよ。寝るか。あと9分で寝るわ俺。うん、明日また頑張ろう。明日また頑張ろう。
これは別に嫌よじゃなくていいんじゃないですか。そうだね、明日また配信やろ、うん、はい、ペコちゃんいらっしゃい、ごめんねスルーしちゃって、うん、いやダメでしょ、あのね、カオス分かってないんだって、その冗談が通じる相手と冗談が通じない相手が世の中にいるんだよ。そう、そう、さっくりいくよじゃないわ、うん、サムネ女ばかりだね、女性が大体俺の放送8割ぐらいかな、うん、はい、ワードツー、俺は大体、ね、え、猫間、猫間じゃないよ、大体8割ぐらい女性、猫間じゃないよ、8割ぐらい女性で俺の放送、猫間なの、うん、まあいい、ハニトラだよ、ハニトラ、だって色恋仕掛けてこないよ、うちのリスナーさんは、どうかなって、そんなん一回もないよ、そんなん一回もないよ、俺。リスナーさんとそんなんないよ。ねえ、みんな。排除したからね。何を？排除したから。はい？解除？排除。誰を？ん？ウェドさんは物じゃないのよ、とかいうね、そういうね、女リスナーを。何、排除って何やったの？ん？うん。そうやって消えてったでしょ。消えてった？うん。暗示化して消えてった。うん。いや、誰のこと言ってるか分かんないけど。うん。うん。怒ってる、まあまあまあね、消えてくリスナーさんもいるよ、今ダークサイドだよ、ダークフォースだよ、ダークフォース、ダークフォースに落ちた、そうダースベイダーだね、そうダースのんちゃんになろう、でん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 、いやどうなんだろう、俺のこと好きだからでしょ、うん、嫉妬されなくなったら終わりだと思ってるから、いいんだよ、好きでいてくれてんだから、いや寝よ、あと5分で寝ます、そうそうそう、嫉妬されなくなったら終わりだよ、うん、まあいいじゃない、ゆっくりお風呂使って太もももんで今日は寝よう、笑い事じゃないよ本当に、まあね、また明日会おう、うん、また明日、また明日会おう、うん、ヤバゾーって誰、ヤバゾー、あ本当に見てくれてんの、あ嬉しいっすね、うん、嬉しいっす、嬉しいっす、たまに来る、ああたまに、あヤバゾーね、はいはい、リスナーのヤバゾーか、はいはいはい、いやヤバゾーだってのんちゃんの大ファンだよ、あいつのりこをもっと出せってすごいよ、
のりこアピールが。のりこだけでご飯4杯食べれるって言ってたもん。体中っていうか太ももだね。走、なんかこう突発的に走ったから。うん、あ、大丈夫大丈夫、ありがとう。体中っていうか足だよ。要はダッシュ。また帰る方が走って張りに来ようとしてる。してないよ、のんちゃん。尻尾張り大丈夫だよ、のんちゃん。落ち着いて。大丈夫だよ。そんなことないから。じゃあ皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。のんちゃんどうしたの、機嫌悪いのねえ、どうしたの。だから夢見たから。うん、大丈夫だよ。夢で俺がのんちゃんの悪口言ってたの。言わないよ悪口。俺言ったことある、のんちゃんの悪口一回もないでしょ。だって、うん、のんちゃんがそういう風にさ言ったらさ、うん、もうそういうのさ、うん、すぐさ、うん、なんかうざいとかさ、うん、言うから。うん、言わないよ。うざいって言わないよ、のんちゃん。うざいって言わないよ。大丈夫だよ、のんちゃん。うん。のんちゃん、俺のこと好き？知らん。うん。好きじゃないの？お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。